これなんだろう。ウェンディーズのポテトを買ってみました。なんか可愛いバブちゃんがついてるけど、こんなマークだったっけ。あれなんかやってんのか。あ、なんかコラボしてる。なるほど。あれ、この間ラストアイドルさんじゃなかったっけ。なんだろうね。すごい今あれよね、マックのピカチュウコラボしてなかったっけ。ファニコンの準備をするんですけど、ちょっとだけミーコ直すのだ。トン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 、よし。さっき買い物をちょっとしてきて、たったらUSB to handphone jack を買ってきました。これで iPad に iPad 聞けるかな。これで音がどうかな。ドキ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 、君の相葉がズキュンドキュン走り出し、バキュンバキュンで行くよ、こんなレースは初めて。この曲なんかめっちゃ TikTok で流れてるんだけどさ、本家知らないんだよね。君の相葉がズキュンドキュン走り出し、バキュンバキュンね行くよ。すごい気になるんだけど、知ってるみんな。ねえ、高かったんだけど、これ1000円もしたんだけど、どうしよう。頼む、これでうまくいかなかったらもう泣いちゃう。ほんとあれだね、ご飯1食、外食1個分ぐらいしました。そうなの。こんにちは。あ、みっそもさんいらっしゃるんですか。わお。頼む。おお、いけた。嬉しい。え、訪れなし。え、これで、うわー嬉しいな。泣きそうです、今めっちゃ嬉しい。今私小学校の時の校歌を弾いたんですけど、イヤホンしてるからバレないんです。 ありがとうございます。すごい、よし、いい買い物できた。嬉しす、とっても嬉しいです。ありがとうございます。やった、これで生きていけそうですね。やったね。ニートって、いつもさん忙しい。絶対なんか作業しながらやってますよ、絶対。ポテト。効果だけはピアノで弾けたんだよね。今弾ける曲とかね、効果とかしか弾けない、逆に。ピアノ。うん。梶山さんになってる。緑違いですね、しますね。
飲まなかったくん忘れてた。おいしい。うん？タボーさんハートありがとうございます。うん、ありがとう。フルさん、あら、なんだろう。ありがとう。なにこれ。うん、うん、これなんだ。花畑かな。嬉しい、ありがとうございます。なんだろうこれ。じゃあポテトあげるよ。お食べ。お。うん。うちの高校の校歌は昔にチャンネラーならみんな知ってるってどういうこと？なんだろう。ヤリラフィーダンスじゃないの？ヤリラフィー。違うか。申し訳ございません。腹切ってばみますって。スーちゃんだ、スーちゃん。腹かさばいてまいります。わ、まいます。なんかすごいまとめちゃう。UFO ドゥル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 。誰のだろう UFO。 おやつなのかな。おやつにポテト、お昼ご飯。だろうね。うん。ポテトいつぶり？本当に美味しい。ウーバー頼みたいね、早く。動かないかな、ウーバー。頼んでみたい。すごくない iPad。 これさ、すごいよね。見てて、こうやってやるとこの赤い丸がね動くの。消えちゃった。こうやってやると戻るの下に。ほら、ほら、なん、な、ちょっと見せたかったの。チェキ。ペンチリのくっつき具合は。めちゃめちゃ何も触らなければそりゃ落ちないし、それも結構な粘着力であるんだけど、こうバッグとかに入れるときに割とこうちょっと引っかかるとすぐポロッと取れちゃうから、なくさなんか心配が。うん、ポテト美味しい。
ヘアアイロンは大丈夫もなくさないから。上のチェキ欲しいだって、ゆりちゃん。いいでしょう、ゆりちゃんがくれたんです、どうぞって。iPhone iOS 仕様だから iPhone のフルでもできるって。あ、そうなんだ。ダイナミック壁紙だよ。じゃああれもね、うちの今使ってる iPhone でもできんのか。12だから。なんだ、チェキの位置ね、うん、ちょっと変えました。真ん中にした。うん、この辺に引っかかってきたから。でもなんかこういろんなシールを貼ろうかなとか思って。どう？チェキめっちゃ挟みたいです。うん、 iPad のガレッジバンド、あ、みちともさんに教えてもらって今使ってたりします。実は使ってたりします。ねえ、ポテト食べたら喉が湧いちゃったよ。どうする？何も買ってこなかった。ちょっとポリスがすごいね。そろそろうち捕まるんじゃないか。何もしてないわ。カジ呼ばれた。カジです。呼ばれてなかったみたい。ドゥルルル、これ本当に iPad すごい。ケチだから買うのすごくためらったし、1年ぐらい悩んだけど買ってよかったって今心の底から思ってるね。黒に、なんか私おかしくない？おかしくないか別に。ピッ。なんか弾いてあげようか、ピアノで。そっか、ピアノのアプリも入れときゃいいんだ。いつまでも君のことを忘れまきはしない、あなたでは、ララ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 ラ。俺も欲しい。だっていいでしょ。私もねすごい悩んだけど買ってよかったなって今なら思ってます。くにゅ、あ、よかったね。出遅れた。いえいえ、ありがとうね。こんにちは、仕事終わって帰宅しました。あ、つっちーだ。ありがとうございます。嬉しい。
うん、何でも弾ける気がする。今ピアノだから何でも弾けるかな。何だろう、ピアニストだったみたい私。なんか違うな。みたいな感じなの？わかんない。超適当に弾いてみた。ありがとう。怖くない私。あとなんだろう、えらい立派なピアノ持ってるん。そうなんですよ、私めっちゃちゃんとしたピアノ持ってるんだけど全然弾いてなくて困った。ペンチル落ちなくする形成ホルダーがあるって。マジ？ちょっとそれ見たい、あとで調べなきゃね。今流行りの流行りの曲なんだろう。ピアノこれすごい弾きづらいんだけど、今更ながら弾きづらいな、なんてすいません、文句ばっかり文句ばっかり言ってます。レムシー器用って、レムシーって本当器用っていうかね、ピアノやってたんだ。だから6年間やってたのにこれしか弾けないんだよね。それちょっと問題っちゃ問題なんだよそうなんだよ、割とさ、もっと弾けないとさ、やばいんだよ本当に。そうなんだよ。お、よいしょ、とりゃさあ、行ってみよう。いいね、ピアノいいよ、すごくいいよ。大器晩成。こうか。大器晩成。おお、我が人生。おお、我が人生。今。ピアノ指で弾きます6年やってましたよ、本当にやってた、やってた。ダムネが特徴的なので来てみましただって。おお、すごい嬉しい、ありがとうございます。いや、リコーダーできるってことは私ピアノでも弾けるんです。いいよ。
ありがとうございます。なんだろうなと。あ、情熱大陸っておっしゃっていいね。 YouTube でやったけど生でもやりたいよね。ね、うん、ピーヒャラ、あだ名ピーヒャラさんです。ピーヒャラって呼んでね。嬉しいな。足りない。楽しいピアノ。うん、なんだろうな。なんかこういうの練習したな。簡単にできそうなもんないもんですよ、こうやってね。曲ね、ピアノでやったことない。そうなんです、アップアップガールズ過去2期という、仮の妹分に所属しております。イエイイエイ。できた。みたいな。こんなことしてますが、もうそろそろ配信終わりの時間が近づいてきております。早いね、早いね、早いね。また配信するのでね、その時はぜひ見てくれたら嬉しいです。あれ、今何時なの。もう準備しないとやばい。そうだよね、あと5分です。みんなあと5分です。よこの体勢がすごく好きなんですよね。またピアノやるからね、あのでかい方でちゃんと、家にあるでかい方のやつでちゃんとやるよ。天の声響いてサウズの川越えちゃっても気にしないの、全然絶対ロッコクラブ衝動だー。いや待って、またここで規制発するの本当怒られちゃうからやだな。ますいません、やばいやばい。
うまうま。うまうまですね。ごちそうさまでした。美味しかった。グッ。これね、ウェンディーズだったかな。私でもモスバーガーが好きなんだ。そうなの。実はモスバーガーが好き。モスバーガー美味しいよね。私めっちゃ好きなんだけど、なんで？めっちゃ好き。モスバーガー大好き。じゃあみんな、今日は最後までご覧いただきありがとうございました。この後ファニコンの方で配信もあるので、よかったらご覧ください。そしてですね、明日の夜、テレビ朝日さんにてアラルトサカンパニーに出演します。ありがとうございます。嬉しいです。偉大な先輩方と一緒にね、トークを繰り広げさせていただきました。ハロプロじゃない芸人なんですけど、ハロプロあるあるお話ししているので、皆さんぜひご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではお手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう。バイバイ。にゃんにゃん。